サッカーグアム代表はグアムサッカー協会によって編成されるサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムはハガニアにあるグアムナショナルフットボールスタジアム。アジアサッカー連盟及び東アジアサッカー連盟所属。1976年に結成され、フィファに加盟したのは1996年である。なお、オセアニアに位置しているが、距離や地理的な関係で、 オセアニアサッカー連盟には結成時から加盟していない。またグアムはアメリカ合衆国の領土ではあるが同様の理由で北中米カリブ海サッカー連盟にも加盟経験がない。2009年3月11日東アジアサッカー選手権2014戦大会でモンゴルに1の0で勝ちフィファ加盟国に対して念願の初勝利を挙げた。 その後2011年パシフィックゲームズにおけるサッカー競技ではグループステージでアメリカ領サモア鬼のゼロで破っている。2012年以降はマカオやチャイニーズタイペイにも勝利した。ロシアワールドカップのアジア二次予選のホーム戦ではトルクメニスタンに1のゼロ、インドに2の1で勝利する金星を挙げた。特にインド戦では人口比17500を吹き飛ばしての勝利だった。 二次予選は2勝1分け5敗のグループ4位で3次予選進出はならなかったもののこの成績により AFC アジアカップ2019の3次予選へ出場できることとなったしかし資金の問題により AFC アジアカップ2019点3次予選の出場は断念することとなったグアムサッカー協会設,設立以降について記載グアムサッカー協会設立以降について記載 ありがとうございます。